こんにちは、速稼塾の久保です。今日の通販買ってみたなんですけども、このね、ポータブル DVD じゃないですよ。 DVD もあるけども、ブルーレイも再生できるポータブルプレイヤーですね。これなんと価格1万5000円もしないんですよね。まあそういう時代が来ましたね。ブルーレイプレイヤーだけだったら私3000円ぐらいの使ってるんですけども、もうね、 DVD プレイヤーも3000円ぐらいだし、ブルーレイも3000円ぐらいだし、言うことないですね。で、私の使用感なんですけども、ブルーレイプレイヤーって再生が難しくなった音飛びするようなね、DVD ソフトも再生できたりするんですよ。ですので私は DVD プレイヤーではなくてブルーレイプレイヤーで DVD を見たりします。そしてですね、最近買うのはいつもね、ブルーレイにしてるんですよ。ブルーレイだとね、やっぱりすごく画面が綺麗なのと、ものすごくスムーズなのと、あとメニュー画面が結構多いんですよね。やっぱ容量がたくさん入るからですよね。ということで今回はこれを買ってみました。大きさなんですけども、閉じた感覚でこんな感じですよね。私の体とちょっと合わせてみてどうですか。ちょっと難しかったらスマートフォン、 iPhone とちょっと比較してみましょう。 iPhone の 11 Pro Max が3つ並んで、ちょっとそれよりも大きいぐらいですね。厚みがこんな感じです。厚みはね、まあまあぶっといですね。5センチはないかなってとこですけどもね。で、パカッと開くとこういう風な機材が開くんですけども、これがね、またね、回転するんですよ。ぐるーっと180度回転してペタッと貼り付いて、タブレットみたいな感じになるんですね。で、聞いたところによると、こっちは反対側90度までしか曲がらないそうなんですよ。だから270度回転して、こっちから左向きに回すとこうやってなるかなっていうところですね。なかなかいいですね。で、こちらには何も花がないんですけども、こちらの方にはそれぞれのなんか LAN ケーブルがあるんですけど、これ何なんですかね。それから USB に HDMI に、それから SD カードが入るようになって、ビデオ入力ね、それからイヤホンジャックがあって、電源オンオフがあるって感じですね。画面は 11.6 なんで、まあ割と満足いく大きさでございます。で、私これをね、パソコンの画面の間で見ようかと思ってるんですよ。こんな感じ。はい、メインのモニターがこっちにあって、サブモニターがこっちにあって、ここでね、DVD を見ながら、ブルーレイを見ながらね、作業をこういう風にしようかなって感じですね。で、付属品はこの箱の中に全部入ってるんですけども、ザーッと出してるんですよ。まずは電池があって、リモコンですね。それからこのケーブルがあって、まだ入ってますよ。シガーソケット、それからイヤホンで電源ケーブルという形になってます。はい、早速ブルーレイを入れてみました。そうするとね、ま、音がして、シーズシーズと起動しますね。プルプルプルっと音がしています。さあ、何秒ぐらいで立ち上がりますかね。じゃあリアルタイムでいきましょうか。今10秒ぐらい経ったかな。あ、始まりましたね。 DVD ソフトが動き出しました。はい、こんな感じですね。はい、 CM が入って、これから映画が見れるという形になります。ね、特に言うことはないんですけども、こちらね、まあ、実質タダで手に入れたんですよ。モッピーっていうポイントサイトでいろいろやってると、まあ、12万ポイントぐらいが2ヶ月で、キャッシュインしましたんで、それをペイペイに移行して、ペイペイでヤフーショッピングから購入したんですね。まあ、ですんで、もうタダで手に入ったということで本当にありがたいなと。しかもこれを買うと確かに 10% ぐらいまたね、 T ポイントとペイペイがバックされるんで、合計でさらにまたなんか買えちゃうみたいなことになってますね。最近はね、本当にこういう風にほとんどキャッシュレスでいろいろと手に入るようになったんですね。リモコンもあるし、すごいですね、なんか世の中っていうのは。デフレの力なんですかね、これが。またなんか紹介しますね。ではありがとうございました。